はい、皆さんこんにちは、ピカです。ゼルダ無双厄災の黙示録やっていくよ。はい、今回はこれ、始まりの大地救援戦やっていきましょう。出撃、また回避性能でいいかな。まあ、これ、あ、10% アップあるのか。へえ、これはどうしたものか。いつが終わりなのかちょっとわかんねえんだよね。まあ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 。え？あ、2つ。腹が減ってきた。これと、はい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 。なるほどね。今更か？まだ、ちょっと、まだあるのかな？どこまで続くのか。本当の最終回でもうようやく 2枠になったっちゅうのもね、寂しいことです。まあ2周目楽しむ時に、できるのかな。ついに封印の力が覚醒したゼルダ、さらには旧敵であったはずのイーガ団までも味方に加え、ハイラルの人々は今一つにまとまろうとしていた。そんな折、果ての砦に旧砲が飛び込んできた。始まりの大地でハイラルの残存兵が苦戦しているという。ゼルダはすぐに救援に向かおうとするが、みんなまだ戦っている、急がなければ。ですが姫様、遠すぎます。今から向かっても。はいはいはい、そんな皆さんに朗報だよ。あちらをご覧あれ。あそこの端末から城の制御装置に干渉できないかいろいろと試してたんだよね。それが見事に大成功。シーカータワーは全機再起動したよ。やったね。さあみんな急いでシーカータワーへ。シーカータワーへ？例の移動機能を強化しておいたのさ。強化ってそんな簡単に。それもこれもそいつに内蔵されてた謎の古代技術のおかげ。そういうわけでハイラル各地の塔へどこへでも軍勢丸ごと瞬時に移動できるはずだよ。行きましょう。始まりの大地救援戦、行くぞ。まず拠点制圧か。ここか。おっと、はい、止まってもらおうか。隊長たちを救援するか。木箱はちゃんと壊しておかないとな。
下から行くかっちゅうか、ちょっと待って、お任せください。ちょっと待って、ならばリンク、あ、インパーコか。なるほど。ならリンクな、こっち行っとけ。で、だるっけ、あ、違う、オッケー。で、だるっける、お前ここ行っとけ。よし、行くぜ。ならインパで下、右下、マップ上右下行きましょう。ください。わガーディアン、うそされる前にやる。オッケー。そしたらリンゴは取った。次はダルケン殿。ちち。よし。これか。よし、これで次はゼルダ。よし、リンク、これで全部やったから次は何だろう。ヒノックスたちを倒す。うわー、2体か。ニェン、
とも連れてるんだよな。どこだ？こっちか。よし。マジか。もう一体何してっかさっぱりわからん。うわー、うそー、どこだ。よし、くわー、ちょ、見え、勘弁して。なんでお前突進するんじゃねえの。こいつからやろう。やったよな。よし、次こいつ宝物。爆弾。まあ苦手とかなんとかいうよりも見えなくて攻撃当たるっちゅうのね、結構あるねこれ。うん、見えなくて攻撃当たるの非常に悔しい。よし、これでこっちになんかいる。ライネル、はい、くよし、かオッケー。ケイ、爆弾。
よし。よし。順調順調。でも強いね。スマッシュ何回も決めてんの。あ、コンガ様来てる。よし、ここを行かせ。 OK、 決まった。よし、リンゴあんまりねえな。で、次どこ行くんだ。ダルケル、お前どっかここにいろ。ここか。あ、ここか。シーカータワーへ向かう。こっちか。どうすんの？ワープ。これはどこじゃ？ガーディアン。入り口は？入り口ここか。よし、何のガーディアン、どこに？木箱。いや、ここ長いな。やることいっぱいやね。どう行くんだ。気を取り直せ。ダメ、このハイラルを守ってみせます。待って、リンク、お前こっち来い。いい、ここでいいからリンク、どうしてだ。
こっち行けないのか。はあ、行けない。あ、そうか。なるほど。リンクワープしてきたからか。ならな、お前ここ行け。そういうことか。よし。さあ次は、えい、よし。え、どうして、あ、ボタン間違えてるのか。よし、倒した。インパどこだ。あ、インパここか。これインパの方いいかもしんない。これはインパの方いいかもしんない。うわなんてロック解除されるのかな。ちょっとやめようぜ。解除しちゃったら俺は生きていけねえんだよ。行くよー。よし、行け。お、ちいえな。終わりだろ。よし、オッケー、インパ。かしこまりました。あれか、これインパできるかな。行きますよ。
こいつやっつけた。次はあれクリアか、あ、隊長助けに来たんだよね。なんかあんな盾あったな。そういえば誰かの助けになりたいというお前の心、わしはその心に救われたのだ。真に己の責務から逃避していたのはわしの方だったのかもしれぬ。許せ。お父様はどんな時も誰より私を思ってくださっていました。これまでお父様が負われてきた重荷をこれからはどうか私にも負わせてください。ゼルダよ、お前はわしの、いや、ハイラルの誇りよ。お前の力があれば、厄災を封じることも叶おう。各地に残るすべての戦力を、ハイラル平原に集結させよう。ゼルダと共に、ハイラル城を、奪還するのだ。ハイラル王、予言に立ち向かう王、ハイラル王国の国王でありゼルダ姫の父親、本名はローム・ボス・フォレームス・ハイラル。厄災を討伐し平和な世界を取り戻すため指揮を式を何操るするか。うん、ハイラル城の戦いが。あ、ハイラルを使えるようになったのかな。そうだよな、これ出たもんね。え、違うのか。ハイラル王はやはりクリア後か。
ハイラル王コンボ追加、やっぱハイラル王使えるんだな。そうか、まあそうか、まあでもな、最後の最後だろう、おそらくね。まあなんだと、レベルいくつまであんだこれ。まあリングで行こうかな。まあ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 、あれに入れればいいんだよね。メンバーにね、ハイラルを。そしたら使えるよ。OK。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。